小林森治は、栃木県佐野市出身の日本のアマチュア演芸家。純粋な後輩のみでの青いバラの作質に挑み、複数の青いバラの品種を世に送り出した。本業は、電気技師。会社勤めの傍らで、20代から、バラやボタンなどの栽培を始めた。色い々ろいろと美しい花はあるが、世にないものを作りたいという思いにいたり、青いバラの後輩による育種にのめり込むようになる。 人工交配による青バラ作りを1961年から始め、はじめ10年経てば挫折する人が相次ぐ中でも諦めずに苦手を続けた。1970年頃に、当時にしてみればかなり赤みの抜けた青バラを咲かせることに成功したが、梅雨の長雨で枯らしてしまったこともあったという。毎朝5時起き、昼休みには一時帰宅、夜は9時までバラいじりに没頭。 次男が生まれた時もバラの種子を病院に持ち込み、発芽しやすくするためにヤスリ掛けを行い、長男の結婚式の日も庭いじりをやめなかった。バラ育種を始めて2年目の1963年に、ミカモの作出を皮切りに、複数の品種を作り出し発表していった。26年目の1986年に、オンディーナの作成に成功し青いバラへの可能性が、見つける。 オンディーナとマダム・ビオーレを交配し1992年に作り出し1999年に品種登録された生竜は交配種のバラでありながら青い色素を持つ希少種で青いバラの中では最も青いと評され遺伝子組み換えでしか実現不可能と考えられていた常識を覆した画期的な品種ではないかとまで言われる後年になって 清竜を含むいくつかの青いバラから青い色素のロゼシア人が発見されている。清竜以外も、黄昏、渡らせ、紫の園などの青いバラを発表しており、妻の感謝の気持ちを込めて名付けた、清宮や、第3回儀不国際ローズコンテスト同賞を受賞した、ホワイトキャットなど、青いバラ以外の品種も作出している。2006年5月11日、新菌拘束のため死去。 満七7 4歳没。没後、小林の育てていたバラは、栃木花センターに寄贈され公開されている。また、小林が残した趣旨の中から、青のレクイエムや、厚姫が死後に、作出、発表されている。一部の品種は、農林水産省の品種登録迅速化総合電子化システムでの登録者名が妻の名義になっている。ありがとうございます。